この時間は映画評論家松山智弘さんのアメリカ流れ物でございます、うん、今日はですねバークレーにあるご自宅からお電話でございます。もしもし松山さん。はい、松山です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね先ほどアメリカ時間の、先ほど、発表になりました、ゴールデングローブ賞、アメリカのハリウッドの外国人映画記者クラブによるですね、今年、最高の映画ということでですね、うん、ノミネートがあったんですが、そこで7部門を独占している、7部門に候補になっているですねララランドという映画を紹介します。はい、7部門ですごい。はい、作品賞、主演男優賞、主演女優賞、監督賞、脚本賞、ほか、7部門なんですね、計。はい。で、これはアカデミー作品賞に最も近い映画です。大本命、うん、大本命です。はい。で、ララランドというこの映画、僕はトロント映画祭で、9月に見たんですけれども、はい、トロント映画祭では観客賞を取りましたね。そうか、その時も松山さん絶賛されてましたもんね。うん、はい、うん。本当にね、最高に楽しくて、最高にカラフルで最高にロマンティックで、うん、最高に切ない映画でしたね。へえ、すごいね。もういいですね。最高にカラフル、うん、でも、もう本当にどんな人も見れる。一人で行ってもいいし、男も女も、うん、その女性同士男性同士で見ても全然おかしくないし、ご家族連れでも見れて、うん、もう最高ですよ。なんかロマンチックで楽しい映画っていうのがあんまり最近賞を取ってないようなね印象ありましたけど、もう最近だからもうロボットが出てきて暴れたりビルがぶっ壊れたりする映画ばっかりなんでねもう本当にもう、あ、映画だって感じでしたよ。これが映画だって感じでしたね、うん、はい。で、これララランドという話はですね、主人公が2人ですね、ヒロインは、ミアという女の子で、オーディションに片っ端から行ってるんですけど、もう全然オーディションに受からない、女優志願の女の子です、はい。うん、でこれを演じるのは、これアメージングスパイダーマンでヒロインをやっていたエマストーンというものすごい目玉の大きい女の子なんですけど、はい、エマストーン、綺麗な方、はい、はい。それで、この彼氏の方、男の方がですね、ライアン・ゴズリングという、ライアン・ゴズリングといえばですねドライブで最高にかっこいいですね、ドライバーを演じたり、あとブルーバレンタインで、ブルーバレンタインね、はい、最初はイケメンなのに太ってハゲてしまう、うん、パパの役をやってましたけど、はい、はい、すごい演技派ですよ。だから何でもできる人ですね、はい。でこのライアン・ゴスリングは、売れないジャズミュージシャン、ジャズのピアニストなんです、はいはい。でこの2人がスターを目指して、ハリウッドで暮らしてる、2人なんですね、うんうん。でこの2人が出会って恋に落ちてという物語がララランドなんですが、うん、はい、ララランドというのは LALA ランドと書くんですよ、はい。で LA というのはロサンゼルスのことですよね。ああ、そうか、はい、はい。だからロサンゼルスのことを別名ララランドとも言うんですね。へえ、そう、なるほど、はい。ただね、これにはちょっと悪い意味みたいのがあるんですよ、うん。つまりロサンゼルスに住んでる人たちはみんなこの主人公たちみたいにスターになる夢を見てるんですよ、うん。で彼女はララランドに住んでるんだっていうのはね、うん、彼女は夢見がちなんだ、現実を見てないんだって意味があるんですよ。へー、だからラララみたいな感じだね、彼女の頭の中みたいな言い方なんですよ。ご陽気だね、うんうん、そうそう。で実際ね、こうハリウッドに行ってテレビ番組とか撮影してる時にスタッフなんかと一緒にレストランとかカフェに入るじゃないですか、はい。そうするとウェイトレスの人とかウェイターの人とかがみんなすごいイケメンなんですよ、うん、イケメンとか美女なんですよ、うん、普通のレストランとかでもね、はい。で僕らがやっぱりこうカメラ持ってたりしてないですか、はい、カメラマンが、はい。そうすると撮影してるのって聞くんですよ、ウェイトレスの人とか、はい。でもし何か撮ることがあったらちょっと私のことを思い出したりしてくださいって名刺くれるんですよ。いや、みんなそっか、それ夢見てバイトしてるから。そうか、そうなんです。みんなオーディションとか受けまくってるんですけど、なかなか目が出なくてそこでウェイトレスとかやってるんで、僕らはカメラ持ってるとすぐに名刺を置くんですよ。でこの主人公のエマストーンもそういう子で、ワーナーブラザース撮影所の
コーヒーショップで働いてるんですね。なるほど。はい、これ実在する店なんですけど、はい、でそのまあ夢を見てる、夢に向かっている2人の、まあ、恋物語なんですけども、まずこの映画ですね、一番オープニングがすごくてですね、ロサンゼルス その、まあ、フリーウェイってあるんですけど、まあ、高速道路ですね、はい、そこで車が渋滞になるんですよ。はい、でロサンゼルスっていつも渋滞してるんですよ、全ての道路が。ほう。で渋滞してみんな詰まってて、そのクラクション鳴らしたりしてると、そのうちにそのもう全然動かないんで頭にしてドア開けて車降り始めるんですね、乗ってた人たちが。そこから全員が踊り出すんですよ、一斉に踊り出す。100人ぐらいの人たちがその高速、渋滞してる高速道路で踊り出すんです、車の上に飛び乗ったりして。へー、これ本当にロサンゼルスで道路を封鎖して撮影してるんですよ。でこの映画、まず一つはそのララランドっていうそのロサンゼルスに対するラブストーリーなんで、はい、オマージュなんで、うん、ロサンゼルスの48カ所で実際にロケーションしてるんですよ。すごい。それがもう本当に美しいんです、うん、夢のように撮られてます。だから夢の国なんで、まず画像が美しい。はい、はい、写真あると思うんですけど、そこにありがとうございます。あのこのエマストーンたちがその友達女の子同士で4人でドレスで歩いてる写真ありません？はい、あります。確かにドレスもカラフル、綺麗でしょ。はい、ビビッドな黄色、青と赤と黄色ってね、そう原色で、うん、でこれはその昔の1950年代60年代の、ミュージカル映画の色使いなんですよ。うーん、っていうのはその頃ね、まだね、うん、多くの映画がモノクロだったんです。ああ、で大作だけはカラーで撮られてたんですよ、お金かけた映画だけが、うんうん、でカラーで撮るとカラーは珍しいから、とにかく徹底的に衣装とか、まあ、インテリアとかそのレインボーカラーにするんですよ。なるほど。天然色みたいなね。そうそうそう、その当時の映画はその天然色とか言って、うん、だからせっかくカラーなんだから、うん、色も全部綺麗にしましょうって、ドレスとか全部綺麗なんですよ。スーツもその頃の映画って普通だったら絶対着ないようなスカイブルーのスーツとか、はい、黄色いスーツとか紫のスーツとか着てるんですよ、その頃の映画の人たちって。それはカラー映画だからもったいないから色いっぱい使おうってことなんですね。なるほど。そのカラーになってるんです、この映画。へえ。やっぱ結果色がすごいいろんなところに散りばめられて美しいですね、うん、それだけでも、はい、ものすごい綺麗なんですよ、もう本当夢見るような感じなんですよ、うんはい、でね、また音楽今後ろで流れてるのはこの映画のサントラなんですけども、うん、あの主人公はジャズピアニストなんで、まあ、一応ジャズなんですけど、うん、すごくおしゃれでダンサブルでポップなジャズなんですよ、うん、こうとにかく楽しいジャズなんですね。確かに美しい、この曲もなんかね優雅な、うん、はい、これはね、フレンチ、要するにフランスミュージカルの音楽に近いんですよ。あ、本当、あのちょっと曲の感じが変わった。1950年代にアメリカではそのミュージカルの黄金時代が来るんですね、はい、でそれに影響されて1960年代にフランスでミュージカルが作られるんですよ、ハリウッドミュージカルに捧げる形 で、うん、で一番有名なのはシェルブルの雨傘という映画なんですね、はいはい、1964年のカトリーヌ・ドヌーブ、はい、これ素晴らしいんですね。最初にそのいろんな色の雨傘が出てきて、うん、傘がダンスを踊るとこから始まるんですけど、うん、でその色使いとかそのポップな、まあ、ジャズの、まあ、イメージをこの映画に持ち込んでるんですよ、うん、でロシュフォールの恋人たちという続編もあるんですけど、そちらの方もものすごく色が綺麗なんですよ。へ、でなおかつその50年代ミュージカルの、まあ、オマージュもありまして、これ、写真があるかと思うんですけど、このエマ・ストーンとライアン・ゴスリングが2人でダンスしてるシーンがあるんですね、はいはい、これは1950年代にフレッド・アステアというそのミュージカルの大スターが出演したバンドワゴンっていう映画がありまして、はい、その中でセントラルパークでダンスするシーンへのオマージュなんですよ。ただこの映画面白いのはミュージカルってみんなバカバカしいと思うじゃないですか、ちょっととっつきにくいかなみたいな。そう突然踊り出すでしょ、だって普通に話してると、はい、でそれ自体をギャグにしてるんですよ。あ、そうなんだ。でこれ突然タップダンスを踊るんですね、うん、2人がライアン・ゴスリングとエマ・ストーンが、うん、その時にねカバンになぜかねタップシューズを持ってきてて、はい、それまで履いてた靴を
脱いでタップシューズに履き替えてから踊り始めるんですよ。だから段取りを見せちゃってて、この辺はだからギャグなんですよってところをちゃんと見せてるとかすごく面白いんですね。なるほど。ちょっとほら、ね、ミュージカル映画とかね、難しいかなとか、なんか、ちょっと音楽とかいろいろ知ってないと無理かなとかって思ってたんですけど、いや、もう全然そういうとこないんですよ。でとにかく、どれも楽しい楽しい曲にしてあるんで、はい。で、ただね、この映画のすごいところは、そこからどんどん深い話に入っていくんですよ。ほう。うん。で彼らは要するに夢見てる人たちじゃないですか。いつか成功する、俺のやってることは正しいんだ、ね、はい、俺の音楽は素晴らしいんだと思ってるわけですね、はい、でもやっぱり現実にぶつかっていくんですよ、うん、でうまくいかなくなっていくんですよ、うん、で最初は2人で恋に落ちても超楽しいんですけども、あ、そう、楽しいとこもすごくてですね、うん、2人がなんか最初はなんかいがみ合ったりしてうまくいかないんですよ、すれ違いとかって。 ありがちラブストーリーのね、いいですよね。そうなんですよ、うん、でもうオーディションに怒ったりしてるし、うん、で彼はジャズミュージシャンとして認められないし、うん、でもそこで2人で実は好きなんだってことを言った瞬間にですね、その、グリフィス天文台っていう天文台があるんですね、はいはい、あのハリウッドを見下ろす丘の上にね、はい、でそこでその天文台で2人が初めて互いの気持ちが分かり合った瞬間に、その天文台にあるプラネタリウムの中を2人が踊りながら上昇していくんですよ。上昇、ほう、上に上がっていくんですよ、うんうん、だって恋すると天にも昇る気持ちになるじゃないですか、2人で。で本当にプラネタリウムの上を上がっていって、そのまま宇宙に上がっていくんですよ。へー、ちょっとコメディ的な、うん、いやもうコメディじゃないでしょそれは。だってそんなだって上がってきちゃうそれは、あなた、いや美しいとこです、美しいとこです。そっか、恋が分かんないとこういうのがもう笑っちゃうようになっちゃうんだね。星空を見れば宇宙に上がっていくんですよ、その時に。ね、だからそこは本当に素晴らしくて、もうゾクゾクするような瞬間だったりするんですけど、ただこの映画すごいのはね、うん、そのグリフィス天文台っていうのはデートスポットなんですよ、うん、でハリウッドに住んでる人だったら誰でもそこでデートしたことがあるんですよ。へー、そんなに、うん、だからこのシーンではもうハリウッドの人たちみんな号泣なんですよ。僕実はあの黒沢敏夫さんの娘さんの黒沢玲良さんって人とこの間お話ししたんですけど、別の番組 で、うん、でグリフィス天文台で2人が初めてその互いの気持ちが分かって天に浮かぶんですよって言ったら、私も今の旦那と初めてデートしたのはそこなのよって言ってましたね。みんな思い出があるんだ。そうだからこれロサンゼルスに住んでる人たちはもうみんな涙ボロボロで大変なことになっちゃう映画なんですよ。それであのアカデミー賞っていうのはロサンゼルスに住んでいる、まあ、主にロサンゼルスに住んでいるハリウッドの映画関係者だけが投票する賞なんですよね、うん、なるほど。これはもう確実にいくでしょう。そうですよね。そうなるとそう、老いも若きもね、うん、あの思い出があるわけですよ、それぞれのシーンに、うん、でこれはずるいなと僕は思ってるんですけど。でもそういうロマンチックで幸福感たっぷりのお話っていうことですか、はい、それがだんだん現実にぶつかっていって、そこから非常にリアリズムの方に入っていくんですね。へー、でそこが非常によくできていて、うん、あの実はシェルブルの雨傘っていう映画もそのミュージカルなんですけども、その当時あのフランスであったあの、アルジェリア戦争が背景にあって非常に厳しい話になってるんです、うん、で愛し合ってる者同士がでもやっぱり結ばれないことはあるんだという物語になってるんですね。現物を見せていくんですよ、社会的な、うんうんうん、でそういう話になっていくんですけれども、特にこの映画の場合には、マーティン・スコセッシ監督が、1977年に撮ったニューヨーク・ニューヨークという映画を元にしています、うん、でそれはその歌手を目指すライザ・ミネリと、ジャズミュージシャンを目指すロバート・デ・ニーロの恋物語なんですけれども、だんだんそのうまくいかなくなっていくんですね、二人が、うん、でこの二人の関係もそれを、まあ、なぞっていくような形なんですよ、うんうんうん、このララランドも、はい、ただねこれすごいのはこれ監督がですね、デミアン・チェゼルという監督で、この人まだ31歳なんですよ。若ほー、31歳でこの人生の機微とかを描くってのはすごいなと思ったんですね。はい、でこの人はその前にセッションという映画、これああの山下さんもご覧になってますよね。見ました見ました、すごかった、はい、あのドラマを目指す男の子はあのハゲ親父の鬼コーチに徹底的にいじめられて、
私も見ました。音楽で戦っていくという、うんうんうん、はい、あれであれたった 2.5億円の制作予算で撮ってですね、うん、その160億円ぐらい儲けてるんですよ。いやすごかったわ。大成功だったんですね、彼、彼その頃まだ20代ですよ年齢じゃないんだね。ただあの映画に、あの映画って結構批判もあって、うん、あのジャズとか音楽をその格闘技のように見せているでしょ。はいはい、超ストイックに。でも音楽ってそんなんじゃないんだと、うんうん、本当はもっと楽しいもんなんだよっていうふうに批判されたんですよ、特に音楽家の人たちに。はいはい、で今回はまさにそれに対する答えなんですよあ、なるほど。音楽というのは人の心を救うもんなんだっていう映画になってるんですよ。でしかもこの映画がすごくチャレンジなのは、はい、実はミュージカルっていうのはアメリカではほとんど当たってないんですよ、長い間。でレミゼラブルみたいなものは当たってるんですけど、シカゴとかあのブロードウェイのミュージカルの映画化っていうのは、ただハリウッド式のその50年代ハリウッド的なミュージカルっていうのは全然当たらないんですよ、うん、で失敗し続けてて、特にその、さっき言ったニューヨークニューヨークって映画も大こけしてるんですね。で多くの天才と言われた映画監督たちがこのハリウッド式ミュージカルの再生、復活に挑戦して失敗して挫折してるんです。へえ、はい、まずピーター・ボグダノジビッチという監督がいまして、この人はあのペーパームーンとか、ラストショーって映画で、まあ、天才と評価されてたんですが、はい、ハリウッドミュージカルの再生としてですね、アット・ロング・ラスト・ラブという映画を作って、1975年にそれが大失敗してハリウッドを追放される形になりました。え、そこまで。へえ、超大作だったためなんですよ、大赤字を出して、うん、でニューヨーク・ニューヨークも失敗して、であとですねコッポラ、フランシス・コッポラ監督がですね、うん、ゴッドファーザーとか地獄の黙示録の巨匠なんですが、うん、1982年にやはりそのジャズミュージカルを復活させようとして、ハリウッド式のでワン・フロム・ザ・ハートという超大作を作ったんですね、うん、大失敗してあの会社潰れちゃうんですよ。でそのハリウッドの名だたる天才たちが次々と挑戦して、全員失敗して挫折して、もう泥にまみれてきたそのハリウッドミュージカルの復活を、そのわずか31歳でダミアン・チェゼルは挑戦して大成功したんですよ今回。成功してるんだ。へ、大成功ですよ。へ、すごいなと思って。しかもこの映画、今年の初めに1回試写をやって、試写では大不評で大失敗してるんですよ。え、はい、で編集し直したんですよ。編集し直した、し直したんですよ急遽、うん、で映画ってのはやっぱり編集なんですね。はあ、編集で素晴らしい映画として生まれ変わってるらしいんですよ、それで。そんな変わるの。はい、でとにかくこの映画最後の方でですね、大変なことが起こっていくんです。うん、まあ、夢と現実が交差するような映画なんですが、後半の方がですね、デビッド・リンチ監督のマルホランド・ドライブって映画的な展開をしていくんですね、うんうん、これ説明しにくいんですが、マルホランド・ドライブっていうのもやはりそのハリウッドでスターを目指す女の子の話なんですよ、はい、大女優を目指す、うん、はい、でところがその大女優の夢と現実が、まあ、恐ろしい形になっていくという、まあ、一種のホラー映画なんですね、うん、マルホランド・ドライブというのは、うん、そういうその夢と現実が凄まじい工作をし始めるんですよ、クライマックスの7分間ぐらいで。その展開がものすごくて、そのハリウッドミュージカルの、まあとまあ、なんていうか、まあ、最高傑作と言われているパリのアメリカ人という映画があるんです、1951年の、はい、それに対するオマージュになっていくんですよ。これ言ってもわからないと思うんですけれども、ね、ちょっと、うん、そんな辺がわかんないですけど、この監督さんセッションの時も最後もうすごかったもんね、うわーって盛り上がって、ヤマちゃん、その通りなんですよ。あ、やっぱりセッションの最後の10分間ってものすごかったじゃないですか、すごいです、はい、あれが起こるんですよ、あれの100倍ぐらいのことが起こるんですよ、この最後に。そなんだってこれ、このエキストラとかそのダンサーとかの数が1600人ですから、この映画うわー、すさまじいスケールで大スペクタクルが展開するんですよ。もうヤマちゃんが今言った通り、そのセッションのラストの、はい、もう5番前ぐらいのことが起こります。見たいな。あれで相当衝撃だったのに。すごい映画でしたよ。もうそれでもう僕トロント行って映画祭で見た時はみんな涙ボロボロでスタンディングオベーションでしたね。最後号泣。
はい、号泣ですよ、もう。すごいな、これは。ということで、まあ、これは本当にすごい映画で、もう、ハリウッド映画への愛にも満ちてるんで、これは、やっぱアカデミー賞取るしかないだろうと思ってるんですけど。だって今手元にパンフレットあるんですけど、はい、その映像写真見るだけでも本当に綺麗ですもんね、うん、本当に綺麗で夢のようなんですよ、ね、全部が絵になってて綺麗だなっていう、はい、それで最後そんな展開、また、この歌も素晴らしいんですよ、へで人生の厳しさとか悲しさとか楽しさ全部見せてくれるんで、見たい、映画らしい映画ですね、本当そういうのと、はい、でもね、残念なのは公開がね、2月24日なんですよ。日本ではね、2月24日、ね、ということでございます、はい。でももう韓国では公開してるんで、もうどうしても見たいって言ったら韓国飛んでてみた方がいいですね。はい。そうですか。いや、町山さんも大絶賛ですね、これはね。これは大本命、はい。うん。もうすごいです、これ。はい。見ます。ということで、ララランドでした。はい。はい、アカデミー賞作品賞の大本命ということで、ミュージカル映画ララランドをご紹介していただきました。日本では来年の2月24日に公開されます。はい、ということで、お嬢さん見に行きたいと思います。行ってきます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもでした。